はい、2022年6月の皇室です。5、6年生です。こちらですね。緑色の表紙のものです。はい、遅くなりすいませんでした。では、上からいきたいと思います。はい、春という字ね、よく出てきますね、こちら。もう夏目前ですけどね。はい、いきますよ。真ん中の線を意識しておいて、線質に差をつけます。この3本ね。はい。で、間隔をすごく狭くしたい。大きさとしては、そうね、ここを少しだけ開けておいて、真ん中乗せていきますが、ぐいってこういう感じの、ちょっと反り上がった感じと真ん中でちょっと下の方から上がってくるようなこの線で、こういうところっていうのはドンってあんまりこの引く入れ方をここではしてしまうと下がりやすくなるので、上がりたいなって思いながら徐々にお尻の方に向かって力が強くなってる方が上がっていきやすいですよね。だからほら、気質は全部大きく入れればいいかっていうとそういうわけでもないので、これ狭いところを描こうとするときには気をつけなきゃいけませんね。ここに3本あったら、下に向かって角度が倒れていくようなイメージの方がうまくいきます。はい、そして頭しっかり出しておいて左へ広げて、この時に下のラインを取らないように、ここにね、中にこう火が入ってくるんだけど、この部分が細くなりすぎちゃうとね、やりづらいので、なるべく左って思いながら描きます。そしてこちらも広げていく。で、ここは下がってこなくてもいいです。左に比べてまだまだ上がってても構わないので、開きをしっかりしてあげるっていうところですね。で、中心を揃えてここに火を変えていきます。はい、寸胴な感じの火ですね。そしてこちら右側がこの左側の縦線よりもちょっと長めにしておくことで、先ほどのここ上がっててもいいよって言ってたこの子をね、落ち着かせることができます。これしっかり出してあげるとね。はい、でちょっと説明長くなっちゃうのでどんどんいきますよ。ひらがな小さめにして、この漢字ののに関してはこれちょっとね、こう上がっていきたいので少しだけ下げ目というか、こうあんまり上にしないこと。のがほらこう終わってて、なんかこの辺から入れるじゃんって思うけど、ちょっとだけ気持ち下げておかないと、全体としてはこういう上がり調子がね、きますので、そこ注意です。そして外から内へ向かって引くような線にすることで、この里っていう字、これ全部上がって上がって上がってってなって斜めな感じですよね。辺に当たる部分で結構こういう、田んぼの田みたいなのがあった時、斜めを作るのがすごく難しく感じるかもしれないんですけど、これ第一画目をまっすぐに引いちゃうと、もうこの時点で難しいです。斜めにこう上がるような動きを作るって、だから外から内へ向かうようなこの動きをしておいて、そしてまず横の線上げていきますね。で、同じようにキュッてこういう風に内側に入ってきます。で、この時にちょっと右側は短くしておくこと。なぜかって言ったら横の線がこういう風に上がってくるからね。そこの分あんまり長くしすぎると今度そこが上がるのに邪魔になってしまうっていうところかな。そして真ん中をこう貫いてきて、ドン、下からグッ、この時横の線は 1,2,3,4 って同じような感覚ですよね、ここ全部ね。そうだけど、下、一番下は平行ではなく、ちょっとこういう下の方から撮ってる感じ。ここだけはなんか違うなって思う、と思うんですよ。で、これはなぜかって言ったら、下からグッてこう入って、大きくジャンプしたい感じ。ただ、ポーンってこっち遠くに飛ぶわけではなくて、ちょっと踏み込んだ状態ですよね。膝をぐーっとこう縮めて、高い位置に行こうとしてる。近いとこなんだけど、距離的には。でも高い位置を狙ってるんだみたいな、そんな感じです。だからピーってこういうラインではなくて、ここまで来たけどよいしょって上に行きたい感じです。ちょっとこっちに拡大して書いてみると、
トントンってきて、ここに来てトン、下からぐーこんな感じです。なんとなく行き先が変更というかね、ちょっとここまでの感じと違って、こっちやっぱこっちみたいな感じの、少しそういう感じが見えるとこの辺ね、いいですね。ここね、逃げてあげないとここにぶつかってしまうっていうのもあるし、上に行きたいっていうのもね、あるしね。はい、そしてふわーっとさせて、キュッとん。はい、ここの部分、今トンってやったところね、この重なってるこの部分が真ん中で、次のこの子もここを揃えていきます。今のトンっていうのと、このキュッてこのね、やったここの2つ、ここが揃ってくるといいです。ぐーっと膨らんで、よいしょ。そう、この時にこれが一番長くなりたいよっていうところ、ちょっとだけこう地面にめり込んだような、そんなようなね感じで、重さを少し出していきます。ここでね、はい、ちょっと説明しながらやると大きくなっちゃうんだよね。いつもそうなんだけどね、気をつけてください。下がね、やっぱちょっと狭いなーっていうのが今回もありますので、詰めていきます。野菜の菜ですね、こういうふうに入れ込んで、ちょっと狭いのでこういうふうに入れ込ませてもらいました。草冠、これあんまり主張しなくていいです。こっちが長くなりたいなっていうところね。はい、それから2画目を下に引いて、3画目上からのちょっと接近してくるっていう状態、これも遠くいかないです。すぐにここにいますからね。次の画、トントントン、こちらがこういう感じで、この線とかは先ほどの春のね、1、2、3画目のところとかと一緒な感じですけど、長さがね、こっちの方が圧倒的に長いようなね、そんな状態ですよね。だから、ここの部分も結構しっかりこうグーって引きましたけど、中間部分は結構すっきりとした線だと思います。お尻に向かってまた強くなるっていうところで、この混み合うような部分の時にあんまりこう余計なお肉つけたくないなっていう、そんな感じもあります。ね、混み合ってるでしょ？ここでグッてまたこれ入ってくるじゃない？うん、これお名前に使われてる子とっても多いね。可愛い字だからね。はい。で、お名前書くときとか、毛筆のときとか特にそうだと思います。混み合ってるところ、やっぱりちょっとすっきりさせたいなっていうのもありますので、線質こだわるならやっぱりこの線かなと思いますね。はい。は、苦味。ちょっとどんどんいっちゃおうね。この味という字、この口はね、口ってほらこういうさ、ちょっと横に広いような口が多いと思うんだけど、左側にあるものってこういう形してないからね、ちょっと変形してますよね。縦長に見えるかな、っていうぐらいな薄さ、横の幅ね、っていうのもあるので、ちゃんとそのあたりをね見てあげてくださいね。苦味やえぐみのえぐみ、はい、ぐーっとして、えぐみの、はい、強い、ふわってしてキュッてしてトンですね。ちょっとこのふわっていうのがあるといいですね。一画目、そしてここキュッてして、ここまたふわっとして、そう、短いところだけど、そういうところをしっかりやってあげると隙間ができやすくなります。そしてキュッとしたら、もう一度トンってついてから、ふわーって一回抜いてトン、はい、外から内へ。横はねもうすっきりさせたいので、あんまりグッと押し付けないような、スーってそのまま行っちゃって OK ですよ。で、縦は逆にしっかりと、そしてこちらグッしといてドンです。強い弱い、強い弱いっていうのをね、ちょっとこう意識してあげると、混み合った日ってね、やっぱね全部強くなってもね、大きくなりすぎちゃったりもするし、なんかうまくいかないなってなっちゃいますけど、弱い部分にちょっと注目するといいかな。はい、では強い、いいですね、いい、もうの
が多く、そう、多いという字、中心から始まります。左ふわっとしてストーントン、そしたらここからすぐ下でいいですよ。はい、左ふわっとしてストーン、もっと落としてドンみたいな、ここのね1,2,1 って落としたこの子よりも2個目のこちらの方がちょっと大きく見えるかな。そしてこう落とす感じが強くあっていいかなっていう状態ですね。はい、でこのグッて最後ここトンってやったところからクに入るから、なんかすごく近く感じたと思うんですけど、こういうことですね。最終角がここです。そう、はい、苦い、苦味もまた苦味ですね。にはからに良い、ストーントン、こういうところはちょっと短めにしておいて、そう、こういう体っていう字とかね、こういうところね、V 字が崩れないようにしましょう。によーい、セーブ、ね、ちょっとね、もう 5,6 年生はあんまりひらがなのことは言ってませんが、あの中心線に絡んでくるようにね、あの字の最後の角と次の字の最初の角のその近さというかね、なんかその辺をね、あの気にしてあげられるといいかな。はい、あら、はい、大丈夫ですはい、このまますいません、行かせていただきますね。こちら1画目、2画目、そして3画目、こんな感じで4画目、5,6ですね。この時にこれが一番重たくなりたいので、ドカンって落としても構いませんが、ちょっとこの行が下がギリギリなので、あまり出しすぎて邪魔にしたくないなっていう、ただそれだけなんですけど、ちょっと落としてもいいです、もうちょっとね。はい、で上第1画目のここね、この子に関してはちょっとね、コンパクトめに、長さあまり出しすぎないように、なぜかって言ったらこのラインが欲しいから、結構斜めにグーっていうのが際立って見えるようにしたいから、なるべく上、肩幅をちょっと狭めにするっていう感じかな。はい、そして分、こんな感じね、入れ込んでいいですよ。ふわっとしてぐーっと内側に向かってきて、しっかりつけてから左がたくさん、はい、1,2,3,4 からの句、はい、からのさ、ほらこんな感じの気持ちね、うん、気持ちこういうイメージです。さあここから含まれて、1,2,3,4,9まあれで、いますギリギリになりました。はい、小学 5,6 年生、小5にしときましょうか。はい、こんな感じです。はい、5,6 年生の皆さん頑張ってください。失礼します。